天皇ご一家はご静養のため、5月2日から栃木県の御料牧場にいられた。午後4時20分ごろに到着され、出迎えた福田富一知事、70、らと挨拶を交わされた。ご一家が同牧場に滞在されるのは、昨年4月以来、愛子さまにとってご就職後、初めての休暇となった。東京ドーム54個分にあたる御料牧場では、 馬や牛、羊など様々な動物が飼育されています。野菜や卵、牛乳なども生産されており、皇室の方々が召し上がるだけでなく、晩餐会などの宮中行事で使用されています。また、外国大使が新任情報提式の際に利用する馬車を引く馬も育てています。 動物好きのご一家は、これまでも同牧場で家族団らんを過ごされてこられました。昨年は生まれたばかりの子牛に、愛子様がレインボーと名付けられたことも話題になりました。皇室担当記者。同日は天候にも恵まれ、青空の下柔らかな笑顔を見せられていた愛子様。出迎えた人から、 ぜひ、このきれいな空気の中でジョギングを楽しんでいただければと思いますと声をかけられるとサイクリングも、とおっしゃられたという。到着時は白いブラウスに爽やかな水色のパンツをコーディネートされ、牧場散策の際には白を基調としたカジュアルな装いに着替えられていた。ヘアスタイルもアレンジを加えた華やかなポニーテールで、休日スタイル、の装いに、 陛下と雅子様の服装とも色合いがリンクしているコーディネートで、ご一家の中むつまじさが伝わってきた。ご静養のご様子はメディアでも紹介され、貴重な愛子様の、休日スタイル、に簡単な声が広がっている。愛子様髪型可愛いですね。若い女の子らしく、様々なヘアアレンジやファッションを楽しまれて微笑ましいです。 ご公務の時のスーツ姿も素敵なんですが、プライベートでリラックスされてる時のファッションも可愛いですよね。ゆっくり休んでくださいね楽しい休日になりますよう。お忙しいご公務の合間にようやくこのようなほっと一息つけるお時間が取れたこと本当に良かったですね。豊かな自然や動物に囲まれ、和やかなひとときをお過ごしになることだろう。